はい、皆さんこんにちは、佐々木敦史でございます。3時になりましたね。2月は23日の金曜日でございます。今日はマーケット開いてませんけども、外為は開いてるんですね。ドル円はですね 150.61 と若干円安に押されてますね。香港開いてます。うにゃうにゃになりましたですね。マイナス19ですね。動きなしで、上海はどうでしょうか。上海総合も今日は開いております。前はプラス 9.0 な、動きなしですね。3000を手前にですね、なんか3000、今日は瞬間的に行ってるんですね。3009まで行ってるんですね。でも今2997というところでございますね。はい。今週動きなかったですね。上海、香港ともにですね、日経平均だけは過去最高を超えましたけども。で、ドルウォンですけどもですね、どうでしょうか。今日なんか PC の調子は良くないんですね。動きは鈍いんですけども、ドルウォンはですね、1330と、この辺で小忙しい感じですか。いつもの通りですね、小忙しい感じになってきました。はい、行きましょう。本題は日本の政治でございまして、岸さんね、今ボロボロなんですけど、本人は至って意気健康らしいんですけど、でですね、次岸さんの次誰やということに今焦点になっています。もうですね、今年の9月で3年になるんですかね。宏池会政権としては過去最長に近いんちゃうのと言って本人は喜んでるそうでございましてアホかいなと思いますけど、はい。で次は誰かということで、いろいろと話題が出てまして、次はなぜか女性最小ということになってるんですねよう分かりませんけど、自民党のですね、先生方がですね、女性にした方が戦いやすいとい こうそういう感じになってるんでしょうね。でも適当な人物がいないんですよ。でこれは現代ビジネス、昨日出ました、伊藤博俊さんというジャーナリストさんがお書きになってる記事ですね。タイトルが、あの女帝、女の帝ですね、あの女帝がポスト岸田を狙って動き出す、月の野望、ラストチャンスは待望論なのか脅威論なのかという態度でございまして、ちょっと読みましょうね。岸田文雄政権の支持率が低迷、国会での裏金疑惑追及はやまず、派閥解消で自民党が液状化する中、次の総理はさまざまな形で取り沙汰されている。当面9月に行われる総裁選に誰が出馬してポスト岸田に挑むのかに関心が集まっており、国民的な人気が高い石破茂、あいつ人気高いんですか俺僕は嫌いですけどね、何言うてるか分からへん。小泉進次郎元環境省、こいつはただのパープでしょ。手堅く実務をこなす河野太郎デジタル省の名が上がってる。河野太郎ちゃんでもね、ちょっと人気はなさすぎますね、自民党内で。で自分が賢いと思ってるちょっと嫌なやつですね。ほんでお父ちゃん最悪ですからね2021年前回総裁選で結束した小石川連合だと。政策集団という形で麻生派とともに派閥を維持した茂木派の茂木敏充幹事長は、麻生派の領袖麻生太郎副総裁の支援を受けて挑むつもりだし、と言いながらね、足元をですね、小内優子ですね、いわゆるドリルお姉ちゃんがですね、ドリルおばさんですか、もう今やドリルおばさんが離脱しましたからね、まだ足元固まっていません。保守系議員に足場を置く高市早苗経済安保省、閣僚を歴任してきた野田聖子、この人ないでしょ。だって元反社が旦那ですからね。麻生氏がそんな美しい方とは言わんけどもとからかった上川陽子外相は、どのような声もありがたく受け止めると軽く言いなした。でもこのおばちゃん新刊派でしょ。今や新刊とか新中とか言うだけでちょっと無理ちゃうかなと思いますね。ですね、そんな中で、ですね、にわかにですね、最近注目を浴びているのが小池百合子なわけですね。ただ小池百合子のおばはんはですね、今東京都知事であってですね、国会議員ではありません。日本のですね、総理大臣になれるのはですね、憲法で国会議員と定めています。で歴代ですね、戦後1945年以来
45年の東久留米大学のその後のですね、新憲法発布後ですね、国会議員が歴代総理なんですけども、全員が衆議院議員です。参議院議員であったことは一人もないんですね。ですんで、まあ、慣例上衆議院議員の地位を得なければならないわけでしてですね、その衆議院議員の地位を得るためには、この4月28日に行われますですね、衆議院の補選のですね、東京15区にこの場に出てくるんちゃうかという噂がにわかに飛び交っているわけですね。岸博之慶応大学教授は別冊ニュー速通信というネットメディアで小池百合子首相を提案したいと踏み込んだ。政策を支持しているわけではない。前提としてあるのは、今年11月の米大統領選でトランプ前大統領が共和党の候補となり勝利を収める可能性が高いこと。すでにもしトラという世界の政治経済に与える不安を予想する。もしトラは間違いないものにものな、日本語おかしいやんこれ、間違いないものなったという意味でほぼトラと言われてる、ちゃうやろほんまに、お前間違えんなよと思うんですけど、岸氏は今の自民党総裁候補にトランプと渡り合いだけのプレゼン能力、コミュニケーション能力、人間力を持った政治家はいない、政界を見渡しても一人だけ、それが小池さんですと断言した。まあそういう見方ができなくもないんですけど、でもあのオーバーハンってね、ただ単に自分がですね高い地位に上り詰めたいだけというだけ、それだけのオーバーハンなんですよ。でしかもですね、常に学歴詐称疑惑は付きまとうでしょう。そんな人をですね日本の首相にしてもいいんでしょうかね。私は疑問ですね。まあ確かにトランプと渡り合えるかもわかりませんけどね。まあ英語もご堪能のようですからね。しかしね。ご本人はですね、こう、虎視眈々と狙ってるはずだというふうに周りからは言われています。まあ別にそれはそれでいいんですけど、それがためには多分今回の4月28日の衆議院補選ですね、柿沼水戸さんがですねお辞めになって補選が行われます。彼女もともと練馬池袋が選挙地盤なんですけども、別に15区江東区で出てきても十分勝てるだろうと。で、江東区の15区にはですね自民党は立ってるんかな、まだ聞いてませんけどもですね、自民党が立って、保守党というですね、日本保守党か、百田直樹さんのが新しく作った政党がですね乗り込んでくるそうでして、ここにですね小池百合子が出てくるとですね、多分小池百合子が勝つんちゃうんでしょうかね。保守党が誰を擁立しようとですね、小池百合子に勝てるような人が出てくるとは思いませんね。それでですね、多分無所属になると思います。自民党と一旦喧嘩を売ってるんですよ小池百合子は。ですんでいきなり公認ということにはならないと思いますし、今のこうですね、幹事長ですけど茂木さんと仲がいいとも聞いたことがありません。岸さんと仲がいいとも聞いたことないんで、一旦はですね無所属で通るんでしょうけども、その後ですね総理になるにはですね自民党の総裁になるのが一番なんですけど、自民党が容易に復党を許さないんちゃうかなと思うんですよね。やっぱり反対がいますしね。これ親父キラーでしてですね、じいさんキラーですかね。小泉の親父さんとかですね、二階幹事長とは仲がいいようなんですね。かといっても二人とも力を失っていますしね。なんで自民党復党は無理なんちゃうのかなと。で、都民ファーストの会という彼女の政党があるんですけど、まあ都会議員はいますけど国会議員はいなかったんちゃうのかな。でそれでですね連立政権といってもちょっとと道は遠いかなという気がしますね。で、同じ取りも直さずこいつがですね日本の総理になったところでこいつは何をしたいということはないんですよ。都知事1期目のですね、なんて言いますかね、公約 0% ゼロかな、なんとかゼロにしますとかいうことを一つも実現してないんですよ。つまりこいつは自分が目立ちたいだけ、目立っていい格好したいだけで政治家になっているようなオバハンなんですね。
そんなオバハをですね、と日本の総理にしてもですね、まあ、岸田がオバハになったというだけの話であってですね、まあ、岸田より歯切れはいいかもしれませんがですね、頭の中はパーですからですね、空っぽですから、日本の国にとってはただの厄災ではないかなと私は思いますけどね。ですので、この、まあ、なってしまえばですね、日本はさらにやばいところに行ってしまうということではないでしょうかね。東京都の金庫を空っぽにした実績がございます。はい、ということで、この現代ビジネスのですね、サイトを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。